アンエンプティキャッスルラピュタ今回はこの作品を実況していきたいと思います。えー、ラピュタっていうと <laughs>、某天空の城をね、想起してしまいますけど、うん、何やら天空の城感はありますけどね <laughs>。不思議な世界観ですね。で、この作品はシリーズ、シリーズっていうのもあれかもしれないですけど、全部で四部作っていう感じになっていまして、その中の一つっていう感じですね。で、他の三つ いつも動画でやろうかなっていうふうに思っているんですが、とりあえずこの動画では一つ目の、えー、この作品だけやっていこうかなっていうふうに思います。でとりあえず、うん、操作性がマウスを使わない、えー、方向キーで視点切り替えっていう感じになるので、若干独特な操作性というか、うん、重たい、重たいというかね、ゆっくり視点が動くっていう感じになっちゃうんですけど、この窓はいけるのかないけない <laughs>。ハリボテでした。 うん、なんだか穏やかな雰囲気もありますね。小鳥のさえずりとかも聞こえてくるし。じゃあ、もう一個行ける場所があったんで、そっちの方も行ってみますか、うん。これ振り向くのがスッとできないな <laughs>、うん。ぬるぬるぬるみたいな感じで、ズシッていう感じで <laughs> 視点が動くので、うん。で、こっち側行ってみましょう。これはお墓かなお墓か、おうごめいとる <laughs>。 絶えず形を変え続けている天空の城、天空の城というか <laughs>、離れ小島、離れ小島が見えますね。で、小鳥のさえずりが大きくなっているというか、うん、風の音も大きく聞こえてきましたね。やっぱ天空の城感ありますよ、これ <laughs>。<laughs> アンエンプティーハウスっていう言い方ですから、天空の城っていうよりは、なんだろ空白の城っていう感じなのかな。 意味深な感じですねでも、特に、このお墓とかも調べられそうにないし、うん、調べようと思ってもジャンプしちゃうね。ジャンプしちゃうしな。うーん、他に行けそうなところもないんで、なんだ、普通にウォーキングシミュレーター的な感じで、この狭いマップの中を歩き回れみたいな、そんな感じのテーマの作品なのかな。一回戻ってみるか。おっ 色が変わった。お <laughs> 何この終わり方編集で今ブラックアウトさせてると思いますけどゲームが落ちましたね普通に、うん。最後一瞬だけ映像が乱れてゲームが落ちたな。なんかおしゃれおしゃれというか <laughs> 斬新なゲームの落とし方っていう感じはしましたね。うん いやまあ、面白い。<laughs> アーティスティックな作品でした。で、さっきも言ったように、あと3つ、えー、この、アンエンプティキャッスルラピュタ。あと3つありますので、そちらもね、えー、やりたいなっていう風に思います、まあとえー。とりあえず今回はこの辺で終わろうと思います。短い動画になっちゃったかな。<laughs> めちゃくちゃ短くなっちゃったかな。はい。ということで、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。